六六首のエンタメラボへようこそ。六六首のペチとケメロジとちょうどいいことサクです。注文完了。何を注文したんでしょうか？契約更改を注文しました。プロ野球の、はい、今シーズンがね終わってプロ野球選手とかが1年に1回こうお金を決める作業といいますか、を注文しましたので、うん、提示額お願いします。8元いやーなんだ。現金は128円ぐらい、調べたところ128円だそうです。保留します。というわけで真犯人フラグ第8話最高殺動画よ。騒音にうるさい猫おばさんが林見て一番でかい声出してたのバリックさ。あーデシベルデシベル、うるさかったよな。オンギャーって言ってたから大きな赤ちゃんやな今の林だけに草って言ったの気づきました。いやいやいやいいよ、いらんなそこの細かい解説気づきました。難かったな、誰も気づいてない。というわけでですね、本日も再考察やっていきたいと思いますが、はい、今回はですね、まあそんな今言った猫おばさんがですね、うん、ちょっと絡んできたあの一連のシーンですね、うん、まあ簡単に言うと二宮を襲う黒パーカー男は一体誰なのか、うん、ここがですね、割と僕たちはシンプルにね林じゃないかって言ったんだけども、うん、いろんな意見届きました。なんかね、あの林が草むらから出てきて猫おばさんがびっくりしたあのシーンと二宮が黒パーカーに襲われたシーン、あそこがそんなに繋がってないシーンじゃないかなっていう考察が結構あってですね、皆さんの意見はね、そう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 っていうのが多かったので、まあ再考察なのでね、その辺をちょっと検証していこうじゃないかということで、まあ一番可能性が高いのはこれだよねまで言いたいとは思いますけども、まあいろいろ検証してですね、より深めてね再考察していきたいと思いますので、本日も最後までよろしくお願いいたします。というわけで真犯人フラグの動画はこんなスケジュールで出しておりますと、ということでね4本体制でやっております。ぜひとも見ていただければと思います。お願いいたします。さあというわけで再考察していきたいと思いますが、今冒頭に言った通りですね、黒パーカー男についていろいろ語っていきたいんですけども、まずはですね、まあ前回の話ですけども、僕たちが黒パーカー男が林といった最大の理由はですね、やっぱり林が猫おばさんの前に現れたっていうのもありますし、その時に紙袋をねまあ飛んできたっていう演出があったんだけども、その中身が黒パーカーにかなり近いように見えたので、まあその時点で黒パーカーイコール林なんじゃないかなとは言ったんですけども、まずこんな疑問が生まれてきてますね。ミスター K さん、黒パーカーが林なのは同意するけど、なんで林が瑞穂を殺そうとしたのかがわからない。多分ね、おそらく他の人物の候補を出してる人もここが基本的にあると思うんだよね、うん、まあそうね、うん、やっぱ動機がわからないから、じゃあ黒パーカー林じゃないんじゃないみたいな方向に行ってるとは思うんだけども、うん、まあまずは林だとしたらどういう動機なのか、まずここをちょっと考えていきたいんだけども、まあ、やっぱり今林が二宮を襲う理由って基本的に2つかなと思ってて、まあ林が二宮を犯人だと思っているか、真犯人に脅されて二宮を殺すように指示されたか、まあやっぱ簡単に言うとこの2つのどっちかだよね。うん、ってなるとやっぱ普通に考えたら真犯人に脅されて二宮を殺そうとしたっていう方が高いのかなとは思ってるんだけどもね。今までなんか林がという真犯人と繋がってそうな描写ってあんまなかったやっちゃなかったよね。そうだね。だよね。だから割と最近真犯人が接触してきたとかになるのかな。そうだね。まあとはいえさ、この説だと、まあ、黒パーカーイコール林はもちろんだけども、その後にああいう11年前の不倫疑惑の写真も送られてきてるわけで、うん、まあそれが真犯人の仕業だとしたら繋がってる可能性はかなり高くはなってくるよね。いや、そっかそっか、ああいうのを持ってるわけだし、まあどんな方法でも脅せるよっていうことだよね。めちゃくちゃ弱み握られてるっていうことだよね。それありそうだな。とはいえ真犯人が指示してるんだとしたら、真犯人が二宮を殺したい理由っていうのがまあちょっと難しいのかな。そうだよね、確信に迫っているのかな。でもそんな描写ないよね二宮が。そうなんだよ、そこがちょっとやっぱ疑問は残るんだよね。まあ日野が真犯人だとしたら、はいはい、二宮のね、うん、推理とかこう、はい、行動力があるところってやっぱ邪魔になるから、うん、まあ近くで見てるわけですね。そうそうそう、うん、だからまあ林に指示した可能性もあるのかな。なるほどね。まあ真犯人が日野だった場合ね、うんうん、確かに二宮が脅威にはなってきてる感じはするもんね。ということでやっぱりね、いきなりだけども、まあ可能性としてはやっぱりこの黒パーカーイコール林がね正直一番高いかなと思うけども、やっぱどこかで疑問が残るよね。あ、そうだね。っていうことでいろんな意見出てきてるので、ちょっとその辺読んでいきたいと思います。まず疑問として出てきたのが、四川ラー油さん、最後の林が見てたスマホの不倫疑惑写真、宛先が林陽一になってました。あのスマホは林のものではない？自分のアドレスを連絡先に登録してれば可能ですが、わざわざそんなことしますか？ちなみに私は登録してないので英数字の
アドレスがそのまま表示されますということで、おそう、ね、ちょっとね一見すぐには理解するのが難しいとこではあるんだけども、あれが林の携帯だとするならば自分の名前が宛先に表示されるのかどうかっていうところに疑問を持ってるんだよね。ただね俺 iPhone 使ってるんだけども俺は登録されてるんだよね。おー、うん、自分がしてるってこと。そう、あのね連絡先に自分を登録するとこはあるのよ。あーそうそうそう、はい、そこを登録してればちゃんと反映されるんだ。そう反映されて菊池って出るから。はい。返事しかないけど。別に自分で設定したっていうつもりはないんだけども、うん、もうそういう大元の設定があってれば反映されてる携帯もあるってことだよね。あ、全然あると思う、そこに関しては。僕は自分で多分設定したから出るとは思ってるんだけども、うん、全然ね、設定しなくても今の携帯だったら自分がそうやって名前で表示されるっていう設定にはなってる可能性も全然ある。うん、なんかクラウドとかで紐づいてたりしたらね。そう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 。なので、確かにちょっと疑問ではあるけども、まあ普通に林の携帯で自分の名前が載ってた。っていう可能性は高いのかなと思ってるんで、正直に。だから送られてきたもので間違いないってことですね、うん、見方としてそう。ということで、まあこの辺の疑問からね、いろんな人が出てきてるわけなんだけども、まず最初に怪しまれてる筆頭人物としては川村ですね。川村、パーカー男が、あの黒パーカー男は川村って意見が一番多かったかな。まあもちろん林が一番多かったは多かったんだけど、トン吉小豚のさん、川村がタクシーで林に接触した時に爆弾情報を持ってるように匂わせてたので、林は密会写真を撮ったのが川村と気づき襲うことに。後に猫おばさんが覗いていたのは林が川村に暴行してた現場だと思います。で、紙袋が飛んでいって林が中身の携帯をチェックした。そうすると紙袋の中に黒いパーカーがあるようなので、二宮さんを襲ったのは川村なのではということで、あー、後の考察をしたわけね。そう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 、これもねちょっと難しいんだけども、要は猫おばさんが目撃したシーンは黒パーカー男である川村を林が襲ってるシーンっていうことだね。クソがあってクソってやってたのが暴行してたの。暴行とか、まあ何か証拠を取りに行ってた、っていうかまあ携帯を奪いに行ってたとか、そういう方のシーンだったじゃないか。あそこには川村もいたんじゃないかっていう考察だよね。おー、そういうことか。まあこれだったら確かに川村説っていうのも一応出てはくると思うんだよね。次回ボコボコにされた川村が出てくるかもしれないってこと。まあボコボコまではいかないですけど、相当ボコボコでしょ多分あれ。まあ奪ったっていうことだよね、その携帯とかを。あ、そうか。結構余韻あったけどな、その後川村が返せっていうのはなかった、ね、なかったから、結構だからもうほんと失神ぐらいじゃないとまあねかなっていう気もするからね。でもなんでこの説が出てるかというと、ケンケンさんが、自分で紙袋投げますかね、携帯も入ってたし誰かと争ってて逆に投げられたから探してたのかなと思いましたということで、やっぱこれのせいで多分この説も生まれてるんだよね。そうだね。あそこが一人だったらさ、紙袋がベーンって飛んでく演出もよくわからないって前回僕も言ったんだけども、まあこれがあるせいであそこにはもう一人いて、実は黒パーカーは川村であって、林はその黒パーカー男から情報を盗もうとしてたっていうシーンだったっていう可能性だよね。まあそうだね。そうか。まあいくらイラついてるからってあんなに飛ばないよねっていう、まあ現実的な話するとそうだよね。まあそうなのよ、結構そこはそう思うけどな、まあ、飛ばしてまた自分で拾いに行ってるっていうのが不可解っていうことではあるってことだよな、まあ、確かにね、まあ俺らって林と思ってるからちょっと違うかなって思っちゃうけども、はい、多分ね行動だけで言ったら2人いた方が自然ではあるんだよ、うん、あそこって。まあそうだね、自分で飛ばすってちょっとよくわかんないからね。とは言いつつ、その自分で飛ばした説も一つあってですね、大倉さん、林が暴れていたのは猫おばさんの仕掛けてたネズミ捕りに引っかかったからではないでしょうか。ああ、そう、これもあるのよ。ありましたね。あるね。そのような仕掛けが。そうそうそう。モロズミがそのネズミ捕りに引っかかってたって場面はあったから、まああれが猫おばさんのそういうテリトリーのうちだとしたら、まあそこでもネズミ捕りに引っかかりながら着替えてた。だからなんかだいぶ暴れてた。っていう可能性は全然あるよね。まあそうだね、まあ近くにいたからね、猫おばさんも。そう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 、ちょっと、なんか関連性はあるね。そうなんですよ。ということで、まあいろんな方向にね、今考察はしてるけども、やっぱり一人だったって可能性は高いのかな。足のネズミ捕りを取ろうとするなら持ってる袋邪魔だからね。そうだよね。一回引っかかってうわーってなって、取って紙袋をまた戻すっていうね。そうそうそう。ああ、辻褄合うな。まあ一人で暴れてた辻褄はこれなら合うっていう感じですかね。はい、ということでですね、他に疑問としてね、まあ時系列的におかしいんじゃないとかもあっ
ったんだけども、まあその辺もねドラマだからどこまでその正確に時系列をね、うん、描いてるかわかんないから、うん、まあその辺は多分ねだいぶ先のシーンでしたっていうことにはなると思うんだけど、はい、はい、ということでですね、まあ川村がね今怪しまれてるわけで、まあそのままちょっと川村が真犯人の可能性もあるんじゃないかってとこまで一回行きたいんですけども、花さん、六六尾さん同様日野を怪しんでいました。しかし六六尾さんが言ってた真犯人は11年前林が襲おうとしたのを止めたある意味ヒーローという言葉がより当てはまるのは日野より川村かと、仕事中に公私混同し大声を上げてたり全て疑って書かれと立花に言っていたのにもかかわらず不倫に関しては絶対にないと凌介と同じくらいに魔法を信じていました。日野同様川村も昔から魔法への好意があり11年前にも林から助けるために必死に行動したとなると川村が真犯人ということで、全然これあるよね。前回はね僕たちこの理論で日野なんじゃないかっていう考察はしたけども、全然確かに川村も当てはまるよね。まあそうだね、うん、てか表向きというかドラマ的に見るとやっぱ魔法を信じてるって言ってるのは結構川村だから、そうだね、うん、だから執着してるのも彼かもしれない。そう、ね、執着してるからこそ11年前も守ってた、うんうん、っていうことには一応なるんだよね。まあ、川村さん独身ですからね。そう、まあ、独身な理由っていうのもやっぱり魔法を忘れられないというか、うんうんうん、もう俺やっぱ魔法しか好きになれんわみたいなところでね、うん、真犯人だったら誘拐してる可能性もねあるよね。ということでですね、まあ今話が飛んでね真犯人まで川村が言ってる可能性もあるよとは言ったんだけども、またちょっと黒パーカーの人物の話に戻っていきたいんだけども、次に怪しまれてるのは山田コーチですね。KSKW さん、二宮を襲ったのは山田コーチだと思います。他の方も考察していますが、七波五十六はパニックになりやすい山田コーチが自分を落ち着けるために唱えていたのかと、指示したのが菱田、二宮が直前に菱田を探りに来ていたことや凌介のそばにいて邪魔だったのかなと思いましたということで、まあこれもね七波五十六の回収に関してはかなりふわっとはしてるけども、やっぱ菱田が指示してたっていうとこはまあ一番理由としてはあるんだよね。まあそうだね、今菱田にとって邪魔なのって二宮だから。そうだね、すごい探りに来てるわけじゃないですか。確かに、生体にも仮名で言っててね。そうだね、名前を偽って言ってたし、まあ凌介と菱田の邪魔をしてるのも今二宮にはなってるわけなんでね、まあここの動機としてはやっぱね一番あるんだよな。まあそうだね、まあ特攻兵みたいなことってことね。そうそう、山田はもう利用されただけって感じだよね。とはいえね、SA さんも言ってるんだけども、ドラマを見た感じ、二宮を襲ったのは林の可能性がものすごく高いですが、単純に考えて林が二宮を襲うメリットって何があるんですかね。二宮を煙たがっているのって、林より菱田の方が邪魔に思ってそうで、山田に命じて二宮を襲わせたって方がしっくりはくるんですけども、そうなると暴れてた林の説明はできないんですよね、ということで。まさしくそうなんだよね。二宮を襲わす理由は菱田の方があって、山田に頼む意味もわかるんだけども、じゃあ草むらで林って一人で何してたっていうことになるから。まあそうだね。確かに本当にあのシーンが全く別とかだったらあれなんだけども、ね、でもそんな感じもしなさそうだしな、やっぱつながんないとこもあるよっていう感じですかね。で続いてはですね、望月説も出ております。竹之助さん、林普通に殺すって言ってたのに二宮を襲った時に七波五十六を殺すに回りくどく言い換えたりするかな。自分は意外と望月と二宮の恋愛するとバカになるにかけたのかなと思いました。二宮さんはバカにはなってないですよねと言ったけど、実は凌介のことが好きであることを望月が知り怒りが芽生えて襲ったとかということで、まあここについてもね、まあ確かに8話でさ、二宮と望月っていうのは話しててさ、なんか恋愛するとバカになるんだよねみたいな話を二宮してたから、はいはいはい、まあそこを引用して望月が二宮を襲う時に俺はバカになってないよって言った説。ああ、そういうことよな。あ、そういうことか。え、それの7波50。そう。ちゃんと計算できましたよって。そのチョイス7波56で合ってるかな。でもさ、まあわかるんだけど、うん、もう7波56の時点でそんなないのよ、絶対理由が。いや、ないよ、まあそうだね。だって俺らの考察も7波56殺すってさ、56があるからって殺すって意味わかんないじゃん。まあね、まあまあ、語呂合わせなだけだしな。そう。だったらまあこっちも全然ある気もするのよ、なんか。っていうか、まああれに何の意味があるのかっていうとこにも疑問があるんだけども、うん、全然意味ない可能性もあるんだけどね、七波五十六。まあそうなんだよね、そもそもね、謎ゼリフなままっていうオチもあるだよな、そうなんだよね。犯人だとしたらなんでヒントを与えちゃうのとも思うしな。いや、そうなのよ、そもそもね。そうだね、まあただそこはドラマの演出として、まあ俺らへのメッセージも兼ねて言ったって可能性もゼロではないんだけど、まあ、ドラマとしても考えなきゃいけない感じもするし、スエピーさん、
瑞穂を襲った風土とは林だと思います。また七波五十六という言葉は雫石千春のことを指していると思います。名前を見ると雫石七波る七波56となっております。56というのは真帆と林が唯一一緒に出席してた同窓会の時の名簿の56番目を指していて、その56番目の人は角田さとしで、この人が雫石千春なのではないかと思います。ということで、これもかなり大胆な考察であります。正直ね、すごいパズルをちゃんとやってくれたんだよね。本当謎解きに関してはすごくね秀逸ではあるんだけども、やっぱり疑問点は正直残るんですよ。まずね、黒フード男がこの人林と考察してくれてるんだけども、まあその林だったら瑞穂に七波56雫石の存在を知らせる必要っていうのは正直ないじゃないですか。まあ俺らへのメッセージ、視聴者へのメッセージとここは取るしかないんだけども、あとそれよりもですね、この56番目が角田さとしだったっていう面に関しては卒業年数っていうのは見えてるので、これで言うとね、角田さんね昭和48年に卒業してるのよ。ジジイやないかよ。むちゃくちゃジジイなんだよ。すごいジジイやないか。70歳ぐらいっていうことにはなっちゃうので、まあこの説はないのかなという感じですかね。だからまあこの角田さんの件は関係ないけども、この七波56がなんか雫石を指してましたっていう可能性はまだちょっと残ってるかなって感じかな。まあそうだね。とにかく七波56が全然意味わかんないから、割とここもかなり難しくなってきてるっていう感じかな。そうだね、もう想像力が相当すごくないと、そうそうそう、結びつかんな。なんかこのドラマってさ、一つの謎じゃないんだよね。そうだね、謎なシーンに謎が2つか3つあるから、ね、そうだね、だから繋がんなくなってくんだよね。まず黒パーカーですら謎なのに七波56も意味わかんないしってことだね、だからどっかを仮定して話さないと繋がってかないっていうのが難しくもあり楽しいところでもあるっていう感じですかね。はい、ということでですね、まあ今回はですね、ちょっとこの黒パーカーが誰なのか、あそこは何をしてたのかってとこを中心にやったんですけども、次の直前考察に関してはこの先の話ですね、まあ林と真帆が本当に浮気をしてたのか、11年前の真相は何なのか、そこまでちょっと行きたいと思いますので、まあ、ちょっと繋がった話にはなってくるんだけども、次の回もぜひね、より結末に近いところをね考察していきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、僕たちは他にもいろいろ活動してます。ドンということで、たくさんの動画出しております。ぜひとも見ていただければと思います。よろしくお願いいたします。というわけで、金曜日の直前考察で会いましょう。以上、ロクロックビでした。ご視聴ありがとうございました。僕たちの動画は少しでも楽しいななんて思ってくれた方は、ぜひとも登録ボタンお願いいたします。ということで、最後にザク、はい、七波56、その謎すぎる意味は何？ゴロリだ、ゴロリ。あ、一番ありそう。ゴロリだよ、一番ありそう。ゴロリが何だ？ゴロリだ、ゴロリだ。